でも面白かったよ。なんか、ねワイダンの話題になった時に、なんか、茅野くんがなんかが急に、え、します？今。って言って、ポロって言っちゃったのね。ワイダンを？そう。します？今。って言って、茅野くんぶっこんでくるぞ。それ逆に怖くてできなくなりますね。そうだね。それを狙ってたのかもしれない。多分。怖えな。茅野くんカオスなんだよ。ああ。茅野くんって呼び方もいつの間にかなんか定着してて、俺と桜井さんぐらいしか使わないかなと思った。そうや、なんでくんづけで呼んでるんですか？なんか、ガナハ君みたいなもんなんですか？で、わかんないけど、とりあえず、なんか俺と桜井さんの間では、なんかアイドル的存在なんで。くんづけなんですか？そう。茅野くん！俺だー！って言われて。いや、桜井さんおかしいよ。はあんなになんか、ちょっと、興味のあるもの以外にはドライな感じなのに、カノ君の話題になると急に食いついてくるんだよね。やっぱええよなって話になっ て。よっぽど気に入ってんすね。ねえ。だからほら、共演も多いからさ。まあ、それでなんかにこう、やらしい距離感に見えないのは、その呼び方だからってことじゃない？組んだから。そう。俺の昔のあの、平野君みたいなもんだよ、言い方として。あ、そうか、そういうのは、くんづけで呼ぶこと意外と多いんだ、そういえば。そう。親しみを込めて、でもそういう距離感で、まあ、言ってみれば一定のバリアみたいなもんだよ。そういった意味でね。でも、お気に入りなんでしょ、くんづけで呼ぶ人。茅野君ね。だからまあ、そうじゃない？かやのくん面白いんだよ。この間、スケダンかなんかの番組打ち上げみたいなので、久しぶりになんかこう、みんなで収録終わった後、飲み会に行ったのさ。へぇー。相当珍しかった。ほう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 。小林優さんとかも来てたし。へぇー、それ珍しい。ほぼみんないて、ほう。で、俺の後ろの席かやのくんだったんだけど、なんか面白かったよ。なんかずーっとなんか後半、俺と大輔さんとかやのくんで話してたんだけど、かのさんずーっとなんかこうやって、体操座りしたままずーっとこうやって縦に揺れて、それ、前後にこうやって揺れてた、だるまみたいに。それ酔ってる。酔ってたのかな。それ完全に酔ってますよね。ずーっと体操座りしたままゆらゆら揺れてた。それちょっと、それはちょっと酔ってる人がメンタルに問題ある人、どっちかしかしないんで、それは。ねえ。うわ、私は表情に出ないし、酒にも酔わないって。と言いつつ行動には出てる。そう。なんかでも、珍行動に出てて。それはギャップもですね。そう。面白い。まさにこれだ！これだ！ってなってね。当然、突っ込んだんですよね、それ。なんでさっきからゆらゆら動いてんすかって言ってた。ええー、って言われて。それでは会話が続かなかった。自覚してねえ。面白いな。いやー、茅野くんね。いやー、なんか、ここに来て天然説浮上だね。よし、ディズニーに呼びましょう。来てくれる？こんなクソ番組に。杉田さんがそれ言っちゃダメですよ。いやー、谷村さんに相談だ。うん。な。頑張ろう。はい、ディズニー。はい、じゃあ次のメール行きましょう。ディドゥーネーム、ドハンダさんです。はい、杉田さん、梶田さん、ゲストの森さん、ケドウィンさん、急に歌うよ。これ、シンフォギア G のネタだね。これの4話でですね、杉田さんが茅野さんに殴られていましたが、その時興奮しましたかって。僕だったらもう一発殴ってもらえるようにわざと煽ると思います。下手打ちやがって。連中にアジトを抑えられたら、計画実行までどこに身を潜めればいいんですか。おやめなさい。こんなことをしたって何も変わらないのだから。胸クソ悪いです。驚きましたよ。謝罪の機会すらくれないのですから。いや、うるせえバカ、ほんとに。まあ、気持ちよかったけどさ。そういうことですよね。杉田博士。そうそう。茅野くんって最近すごい思うんだけど、ど天然だと思う。そうなんですか。なんか、スタジオに、カールの立体パズルがあって、それを俺が、スタジオのロビーでカチャカチャやってると、茅野くんがススってきて、杉田さん何ですかそれって言って、カールの立体パズル、正解1個しかないんですよって。私、ちょっとやってみます。茅野くんは頭良さそうだからこういうの得意だよね。いえ、得意じゃないですって言って。で、ってなんか、うなり始めて。なぜうまくいかないからです。あで、茅野くん多分ここじゃないかなって言ったら、最初に切れ始めて。俺のカールパズル、はっ！って言って取り上げて、最終的になんか、にゃーって言い始めたから。にゃーって言ったから。にゃー、なんかうまくいかなくて怒ったみたいで、そしたら、にゃーって言って。え、にゃーって言ったこの人今っていうね。同じにゃーでもアジュルスは偉い違いだぜ。いや、断ることに知恵の輪でも与えておけばいいんじゃないですか。怒っちゃうんだから。今年こそは、人間の姿になって、ご主人様に、ぎゅーって、してほしいにゃー。かわいいですね。この間死ぬほど悔しいことがあって、それでも世界が美しいの、それせかの、後になんか打ち上げじゃないけども、なんか飲み会みたいなのがあるから、先行っててくださいって言われて、そしたらなんか先帰っちゃったと思った茅野さんが、なんか後から駆けつけて来ようとしたらしくて、会場を聞くのに俺に電話かけたらしいのよ。それに気がつかなかったって。俺、この先何十年生きるか分かんないけど、茅野さんから電話かかってくるって多分この一回きりだ。それを逃してしまったっていうことで強烈に後悔して。
そしたらうちの青木後輩がもうピッチャーでビール飲むしかないっすねって言ってみたいなニュアンスで煽ってくる、超煽ってきた、煽ってくる。そのまま青木にあんかけ焼きそばかけようかやめて、焼きそば来たよバーっていうね。姉さんは女の子によって当たりの違いが激しすぎる。そう、求めるものがちょっと極端だよね。極端ですよ。うん。すごいなんかド M になるか極 S になるかどっちかだって、うん。どっちかにしかブレないっていう。うん。それちょっと困ったな。今日ゲスト来る人どっちだろうね。どっちでしょうね。どっちかで気の毒なことになってしまう。続けてくださいって言われたんですけど、にゃー。でも、ヤングさんともこうやってお会いできて嬉しいですにゃー。ヤングさんって呼ばれてちょっとニヤニヤするじゃねえよ。マジじゃないじゃないですか。レベルじゃないですか。マジでニヤニヤしてめちゃめちゃいい笑顔。そういうの楽屋で出してほらアップになっちゃった、アップになっちゃった、もう